ど、じゃあまず最初はね、1人からいきましょうかね。まあ、ちょっとこのメンバーの方からお写真頑張ってください。可愛いでしょ。ちょっとぐらいだったらね、笑ったりできます。ちょっとぐらいちょっとだけです。さあ、撮れましたか？ギャラリーが多いからね、来てる準備したけども、撮れましたか？大丈夫かな？では反対の方に行きましょうかね。さあ、じゃあこちらのお客様もね、思う存分いっぱいお写真を撮ってあげてくださいね。でもあれですよ、お写真撮ったらぜひツイッターかフェイスブックに、よろしくお願いします。では改めましてね、お名前をご紹介したいと思います。オットセイのシャキッドと言います。キャムでした、失礼しました。ちゃんとちゃんでした、お名前を間違えしました、ごめんね。まだちょっとお兄さんで息が合いませんけども、そうですね、オットジャパンということで頑張りたいと思います。さあ、ではまずは軽く準備運動からいきたいと思います。はい、まずは足首のね、ご注目ね。はい、今度は、はい、腕もね OK ですか？では大本命ですね、シュートにいきたいと思います。いいですか？消えだけ、消えだけ、今日頑張るぞ。かなり簡単なところが出ましたけども、まあ、頑張ってくれると思います。さあ、まあ、何をするかね、もうお分かりかと思いますけども、ゴールを決めます。決めた時には大きな拍手をよろしくお願いします。かなり難しいので精一杯頑張ります。ちょっとつまるわし。兄さんと息合わせて、ちゃんと頑張ってね。いきますよ。はい、行って。行け。あれ。行きます。はい。行け。シュート。失敗でございます。まさかの失敗。マックスじゃないから。ちゃんと失敗してるからね。すいません、もう一回よろしいですか？もう一回、頑張ろうね。ちょっとさっきの近くに行きますか。今度こそ。これで外したら恥ずかしいよ。おー、シュート！今度こそ外したら、ありがとうございます。皆様にアピールです。ありがとうございます。では最後はですね、とっておきの大技で締めたいと思います。はい、いきます。はい、決めポーズー。はい、以上でございました。皆様、お写真を目いっぱい撮っていただけましたでしょうか。頑張ったのは、オットセイのちゃんちょちゃんでした。一緒にね、日本代表を応援していきましょう。ではですね、これから館内をぐるっと一周してちゃんとちゃんお家に戻りますので、ぜひですね、道を開けていただきましてよろしくお願いします。で、ちゃんとちゃんちょっと濡れておりますので、ちゃんとちゃんが通った後ですね、床が滑りやすくなってますので、足元には十分にご注意ください。そしてこの後7時からはですね、ちゃんとちゃんのなんか足かの足が頑張ってくれます。足かの